ガチブタとマンシューザのガチョ。ガチバ。はい、ということで始まりました。始まりました。ちょっと寝坊してしまいまして、前回までのあらすじはもうナイトチャンネルに上がってると思うんですけども、昨日若松に行ってきまして、若松でまあしっかりプラスにして、今日はね芦屋に行くということで小倉のホテルに泊まってるんですけども、10時に出発予定がちょっと今寝坊しちゃいまして、今10時46分と10時に2人で集合って言ってたんだけど、もう俺が普通にねもう熟睡してる時に新幹線電話かかってきて、ふって時計見たらもう10時過ぎぐらいだったからねはい、ということで今ちょっと急いで準備して、当然皆さんご存知の通り芦屋モーニングなんで、今からちょっと急いでね芦屋の方に向かおうかなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。歩くのが遅いよな、本当に。塩化川駅やな。塩化川ってとこ。塩化川あった、480円。やばい、死んだやつから絶対終わってる前半サービスはまず100取れてない。絶対に仮に俺がかけるって言っても死んだ大反対して終わってると思うこれ内藤の独断上じゃね、これ全逃げだって可能性ありえるからな。ありえるね、相当逃げ強いね、まあ、これも加味した上でしっかり買っていこうかなと。はい、なんだこの勢い。こっから結構距離あるんよ。タクシー捕まる雰囲気なくね。まずいね。しかも雨降ってるし。すいません。タクシーって乗る場所あります？そこずっと折り合いで、そこにはバス停とかあるんですよ。一応ブロックしてます。こうずっと左に行って、ずっと折り合いとかある。やばくねこれ。ほんとオワコンだぞ。冗談とかのオワコンじゃなくてガチのオワコン。レース間に合わなくね？マジでやばいぞこれ。収録できねえぞ。結構待たれてますか。まずいなこれ。しかもタクシーの会社に2つぐらい電話かけてるけど、全部繋がらないか留守にしております。わけは留守にしてるってなんや、事務所の意味ねえやろしばくぞ芦屋ボートレース場で、あ、ボートレース場までだったら無料なんすか。いや、競艇場用しか無料にならん。あ、そうなんだ。最高やん。そんなことあるんだ。出してるんよ。最高や、俺らボートレース場目的だから完璧じゃん。距離が飛んだね、これね。まあ許しちゃってもいいよ知らんできたの、そういうの無料とか。いや、無料は全然知らなかった。芦屋自体がほぼ初めてみたいな感じなんで。さあ、着きましたね。無料タクシーってのはしっかり止めたね。ねえ、うん、それなら話変わってくるわ。無料ならね、うん、話変わるわ。世の中やっぱお金だから渡すよし、入ってこう。時間もねえし。今12時31分なんで、9レースの展示中と。勝負できるレースが、まあ、9、10、11、12しかないんですけども9レースはちょっとかけれるにふさわしくないレースなんで、ちょっと無理だね。俺は10、まあまあ12がやったら10しかないな。俺は11レース奇跡的に穴狙える番組が入ってるんで、じゃあ10をナイトに任せて11を僕が勝負して、はいはい、で12レースはちょっと2人で勝負。そうだね、うん、っていう感じにしますわ。それでいきます、はい、でちょっと時間あるんでまだ僕ら何も食ってないんで、ちょっと飯食い行きたいと思います。はい、はい、肉ごぼう天うどん大盛り、大盛りマグロネギトロ丼しよう、うん、これめっちゃうまそうだ。よいしょ。スキヤのマグロ丼みたいじゃない。スキヤみたいな感じだねスキヤから仕入れてんじゃねえか。マグロ焼きそばみたいな感じじゃねえか。スキヤから仕入れてるこれどう。なるほどなるほど。一般的なね、マグロたたき丼だね。一緒か、やはり予想できる味だった。うん、すき焼きな感じ。すき焼きな
よし、ということで次は内藤の勝負レース。勝負というか、まあ勝負にせざるを得ないレース。このレースしかない。もうこのレースしかないよ。だって10、11、12しかないんだから勝負。まあまあしょうがないよ、俺ら寝坊したんだから。だからこの中でやっぱりしっかり勝ち切るっていう。そうだね、寝坊した俺らが悪いから。で、今日は初めてクラスで軍資金がある。あ、でも昨日飯使ってまだ8万ぐらいはある。8万ぐらいはある状況なんで、これはチャンスをものにしよう。で、もう勝った暁にはもう動画で盛大に盛大にパッと、金ならあるわーっつって暴れると。それ目標でいこう。前の選手の2戦、まあ、実力的にはこの飲み物だから抜けてると。さすがにこれ絞っちゃう。まあまあまあ、いい人間だと思うけどね。払い要素が作ってる、作れるような選手が見当たらないよ、俺の中では。攻め手になる選手誰ってなるんだよね、これ。最近伸び型調整にハマってる中田健太はいるけど、ただロックコースは多いな。ロックコースだとちょっと厳しいんだよな、やっぱり。まあ、スリット機がやっぱり外5、6がよく見えたけど、ちょっと精査してまた回目発表したいと思います。はい、はい、決まった決まった。ちょっと購入してくるわ。オッケー、頼むわ。頼むぞ、ナイトは。オッケー。言っとくけど、もう軍資金あるからマジで強気に行っていいから。強気に行くぞ。オッケー、じゃあ行ってくるわ。はい、ということで、ナイトの勝負です。10レースなんですけども、先ほど言った通り前野選手の2戦ということで、当然ここは実力上位の前野選手から、まあ、頭固定で勝負いくんだけども、かなり紐が難しくて、実績を見ようと思ったんだけど、みんな走ってる回数が少なすぎて、うん、ちょっと実績も当てにならないというところなんだけど、一人だけちょっと当てになる選手がいて、4号艇の藤田選手、地元が近いっていうのもあって、ここ芦屋でかなり走ってる選手で、4コースからの、連帯率が非常に高い選手と、うん、特に3連帯率に関しては 70%超えていると、うん、で今回もし攻め手があるとすれば、俺3号艇の米田選手だと思ってるから、3号艇の米田選手が攻める展開になった時にも展開が向きやすいと、3連対立の高さを評価して、まず、本戦これは1356の4、ね、3着ね、うん、藤田選手の3連対立の高さを評価して、はい、で当然攻めた展開、さっき言った通り、まあ、米田選手自在戦だと思うんだけど、まくり出しが流れても14の可能性あるし、はい、まくっても内側相手の14あると。4の2、3着付けだね。そうだね、4の2、3着で、2だけ切ってると。わかりました、いう感じで6点。じゃあここで勝負いきたいと思います。落ち着いてんのこれ。これかなりついてるよ。破壊力ある。破壊力もあるし、こんだけみんな実績がない中、13が圧倒的に売れるんであれば、俺14かなりいいんじゃないかなと思ってて。わかりました、はい、これでいい。ここ勝負いきます。はい、よし、頼む頼むぞ。2がちょい遅れで3が攻めりゃいいんやろ。そう、ちょっと実績がね、みんな3回とか2回しかしてないんよ。だからもうちょっと分からないと。芦屋で。そう、あー、そういうことね。だからきついよ。でもこの選手だけ20回以上走ってるの。なるほどね。 それは強いね。そうなんよ、かなり走り慣れている水面でもあると。資金庫来い。風はほぼないです。どうぞ。3行ったの。3行ったっしょ。行って攻めてくれれば展開向くんよ。いいんじゃない。いいよいいよ、これいいよ。ちょいちょい、ちょいちょい、ちょいちょい。あ、これは来るわ。これはいいだろ。これは一番だ。これは頼むぞ。これは一番。これは一番だろ。来た、これ。よし、次も完璧。次も完璧。完璧、戻せよ。完璧だろ、これは。これは銀行、これは完璧だろ。よし、なぞー、完璧。ジャギンコー。え、6と5どっちが高い。いやどっちだろう。多分この方が6とか高い。よくね、来い。いやなんか無理すんなよ。よし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 、これ銀行やな。ただ一応は2000円しかないんよ。え、でも高いんでしょ。まあまあそこ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 ね。6で来い。なんなら164になれ。そしたらもっと高い。マジ164は3000円持ってるから。しかもなんなら154になれ。中田健太頑張れ。164あるよこれ。5月で結婚で6が6が146か。あ、まあでもまあまあでも完璧でしょこれは。ナイス、いこう。炎はまだ安かったんや。6だとまあまあついてくれると思うんだけど。ナイス、よしよし、ナイス、よくやった。頼む、最低20円ついてほしい。頼む、じこれ2140。オッケーオッケーオッケー。いやまあでも、2万5000勝ちやろ。まあまあそうだね。ナイス。いやナイスよ、これはでかいよ。さすがよ、ナイトこれ。
14356、まあ、2000円と、まあそんなについてないところだけど、いや十分でしょう、いいでしょう、ナイス、完璧、オーケー、ナイスでいこう、ナイス、42,800円やから、まあ、17,800円が近いから、27,800円か、完璧や、完璧、280個ぐらいっていうよ、完璧だ、 OK、 はい、ということで11レース、はい、これ当たれば一応10万を超えてくる、全部、ただ申し訳ない、2万円がしまった、もちろんいいよ、ただ10万で長すいける、大丈夫、いけるやろ、いける、あ、大丈夫、さすいけるやろいける、何シャンパンも開けたいのだったらお前目標また変わってくるけどフルーツシャンパンで我慢する、まず1号艇の、松江選手、まあ、さっきも言ったようにモーター悪い、はい、前半レースを見ても行き足も良くない、で、印象率も 50% 台、はいはいはい、ここは逃げ、売れるんだったらいらないんじゃないか、2パターンの展開を想定、3号艇の小野選手はやっぱスタート遅い選手、うん、まあ、さっきのレース足はそんなに悪くなかったんだけども、スタテンの行き足もそんなに良くなかったんで、1つの波乱展開は4号艇の鳥海選手がまくっていくパターン、前半レースのインからの行き足も良かったし、4コースのまくり実績もある、で、オッズはめちゃくちゃついてるということで、まずはこのまくりパターンを購入、4561256、そして412の56、絞った場合は56が絶対ついてくるっていう、そうです、で、ただね、ただそう言っても2号艇の選手の2コース勝率がめちゃくちゃ高いんですよ、うん、で、スタートも早いってなった場合絞れない可能性もあるんで、その場合はもう2の差し21に絞って4と6だけだよね、ただ4に一番集めにいってるだよね、で、なんで6を拾ったかというと、前半の船足がすごいよく見えたんで、ここかなり落ち着いてるんで、はい、まあ、これ21流しで勝ったら本命となっちゃうんで、うん、これはあえて絞りました俺みたいになっちゃう、うん、ナイトみたいになっちゃうんで、はい、これでいきます、はい、はい、オール中すめってことだね、オール中すめ、オール中すめ、うん、うん、朝から中す、朝まで、朝まで、朝まで中すのコースだね、うん、これは休みも消化してるから、4はもう行ってもいいぞ、フライング行ってもいいぞ最悪変化でもいいぞ今回だけ許しちゃう、うん、行け、王様は2着なので6万円、小池徹也道の方は3、立ち遅れろ、いやー、どうだ、優作行ったか、いや、絞れんか、絞れ、絞れ、いや、まくりはない、やめろ、4あるな、これ4入るな、写真落として、写真落として、いや、やばいって、それは、いや、やばいって、それは、やばい、それはやばいって、中途半端やてに、これは無理や、35、356、35、356はこれやばいって、鬼つくでしょ、これは無理だ、てんのにな、これはでも無理や、悪い、外しもうた、まあ、しゃべんしょ、あ、まだ絶対勝ってるから、これはやばい、5万周や、5万周えぐっ、いやこれ400円で中洲だったね、1000円だったらやばかったよよし、どうだい、12レースは決まった決まったね、俺も決まった、まずいくらぐらい買うかっていうのもあれだよね、でも、うん、3万ぐらい、全体で3万ってことね、うん、シーンはどこ買いたいの、ちなみに、まあ、一応決め手になると思ってるのが3コースの渡辺選手、うん、やっぱスタートめちゃくちゃ速いし、地元の選手ってなれば3の攻めだと思うんだけども、まあ、モーターがちょっとぶっちゃけ良くなさそう、まあ、辻選手スタート遅いんだけども、一応印象率は 77% ある、で、刺され率とまくり刺され率がめちゃくちゃ低い、2と3に刺しとまくり刺しで負けたのは直近半年間で1回だけしかないということで、もし渡辺選手がまくり刺しに行くのなら流れる、で、握った場合は1にブロックされるっていうので、僕はイン逃げ本線に船足がめちゃくちゃよく映った原田選手、5号艇の原田選手を軸に1345、1534、この4点が俺はイン逃げでは買いたいところかな、で、もし穴も買えるんだったら51流しの4点を買いたい、どう、
なるほど。まあ俺はまあ同じくインニングからなんだけど、うん、まあちょっと原田選手軸ってのは見解が俺とはちょっと違くて、うん、まあ渡辺選手確かに3コース一着率は高いんよ、うん、ただ2連対率は正直北村選手山本選手よりも遜色ないというか、下手したら山本選手よりも悪いぐらいの数字、うんうん、まあ理由としてはやっぱりまくり差しが多くて流れた時にやっぱり2着に残りづらいと、うん、いうところで俺は、渡辺選手を3着に置いての1、2、4の3、ここを大本線に、2点、まあでも芯がその4点買うなら俺はこの2点で行くわ。じゃあ俺も2点で絞る。これで 2-2 でいくか。イン逃げから2点2点。そうだね、これだったら結構夢見れるんじゃない。結構見れる。俺もじゃあ4点の中から2点に絞るわ。さすがにインからそんな点数買ってらんないからね、やっぱりね。1-3-5-5-3、この2点に絞る。まあちょっと地元の渡辺選手をあえて本戦に1-3-5-5-3の2点に絞るわ。でちょっと1000円だけ5-1流しも買っていい。2万周ってこれ中洲になるから。中洲ね。3がちょい攻めて1にブロックされての5のまくり差しをちょっと買いたいんだよな。全部7000ずつ入れるか、均等買いで。それか俺は穴物買うから俺の方6000円にして、残り5-1流しを俺買う。それでいくか。それでいこう。わかりました。じゃあこれで購入していきます。はい、じゃあ3枚入れます。マークカードを内容がよろしければ発行ボタンを押してください。よろしければ発行ボタンを押してください。よろしければ発行ボタンを押してください。ありがとうございました。はい、これも当たったら芦屋も制覇、そして軍資金もがっつり増えて、でこれはどれ当たっても多分今日遊びに行けるよ。そうだね、うん。待って、あー、おわこ最悪や。いや、入った。無理やりねじ込んだ。焦った。ねじ込んだね。ねじ込んだ。先輩の圧力使ったね。これがあるんだよな、一般戦は。そうなんだよ、よかった。これ来る気しかしないわ、フラグだわ。このねじ込みが奇跡を起こすよ。山口の原田敦。さあ、渾身の。頼むぞ。いやー、すごかったな。これは1リッターあるんじゃない。リアル1号店の主人公。野菜中ダメ。うわ、それはまずい。野菜中ダメ。うわ、それはまずい。それはまずいよ、まくり刺しは。辻差し返せ。大丈夫、辻にマークうまい。差し返し大丈夫や。差し返してくれ。差し返してくれ。大丈夫これ、大丈夫。いやー大丈夫かこれ。いやー3位かー。まくり差しだ。まくり差しかー。3位4号だ。マジかー。大事な時に落とすかー。では5号店の原田が先行する交差して数字映像。3番手は4号店の南部店に。なんやねー、心配だよ。最終盤からも過ぎてんの。うわー、5000張ってりゃ40万だ。1号店、弱気になったな。弱気になっちまったな、ここな。受けたの残ってる。やらかしたけど、罰ゲームは受けなくて済むんじゃない。罰ゲームは大丈夫。4万8000か。意外とないな。意外とぶち込んじゃったね。地映像の印象率をある程度信頼しちゃったな。まあ、しゃあない。忘れたんで。620円、副賞式、3番。はい、お疲れ様でした。ということで、ちょっと残念ながら敗戦ということで、ルール上また芦屋に来ないといけないと。で、残念ながら明日は、僕ボートフロンティアのプレミアムライブがあるんで、どうしてもちょっと撮影に来れないんで、明日はちょっと1日休みで。お休みね。で、明後日の10日にもう1回来ます。そうだね、はい、そこでリベンジで、今回の旅は、残念ながらそこが最終日になるので、次の、ナイトチャンネルの勝負が今回の旅の、最終バトルになるんで、そこでなんとか芦屋プラスにできれば三条制覇、三条制覇で、次九州に来るときは福岡と唐津をクリアすれば、制覇という感じになりますので、ちょっとそこを目指して頑張りたいと思います。そうだね、はい。
で、帰りなんですけども、まさかの、あのボートフロンティアの、予想家仲間の千原さんという期待値を追い求める男がいるんですけども、その方がなんと送ってくれると。いや、ありがたいね。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないですということで、帰りは無料で行けると。まあ、どっちにしても、どっちにしても無料タクシーだもんね、いつもなんで。まあそうなんだけどさ、結局その主要場の駅に行くのにまた電車賃かかるじゃん。そういうことか。そこまでを千原さんが送ってくれるんで、これマジでありがたい。それ最高だね。今5万円もないぐらいなんで、千原さんのおかげで次回の軍資金が増えると。そうなんですよ。よろしくお願いします。池津さんパターンだね。頑張ってください。池津さんの時も買ったもんね、それで。そう。これが期待値を生むんですよ。期待値を追い続けて、ちょっと次はなんとかプラスにできるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ千原さんお願いします。お願いします。お願いします。はい、 OK です。ありがとうございます、はい。もう今日はあの罰ゲーム覚悟で戦うしかないので、負けたらゲーム、勝ったら誕生制覇いい感じで、ちょっとこれ全然出しようかな。あ、ごめん。来た来た、ナイスー。